はい、えー。皆さんおはようございます。いや、今日はね、風強いね。ね <laughs>、えー、ちょっとね、聞こえるかなピューってね、音がするんだけども。あのー、ね、大、え、体、ー、この三崎はね、この時間、この、まあ大体この風が強いんだけども、えー、まあもともとね、半島になっててさ、でね、あの、伊豆半島があって、こっちはなんか、ね、房総半島があって、 で、そこにミラ半ハンって、こう、ちっちゃいのがね、ぽつっとあるわけだけども、多分その風向きで、こう、パッ、来るんだろうな。うん、ということでね、まあ、あ以前はこう、下町に住んでたんだけど、ちょっとこうね、今、高台になってて、ちょうど、景色のいい、ね、あの、崖のとこにいるからさ、<laughs> すごいんですよ、風が。ちょっとお聞き苦しいかもしれませんけども、まあ今日もね、えー、質問に回答しようってことで、えー、やっていきたいと思うんですが、 え、これ、ブンブンさん、ね、え、これは、まん延防止会場の、のですね、え、これから個人の消費どこに向かうのかっていうね、動画に対して、ね、勉強になりますと、ありがとうございますということなんですけども、まあ、農業を営んでるものなんですが、まあ、これからの農業はどうなると思いますかってことなんですね。これはね、僕はあの、うーん、今のさ、え、これ、まあ、 うんサプライチェーンがね、こう寸断になってさ、で、まあこの、いわゆる、えー、流行り風でね、えー、国と国とのさ、行き来がなくなって、で、結局ね、あの、海外に留学する人たちなんかも、98%減とかでさ、言っちゃってんだよね。で、だからそういう面で行くと、その、うーんまあ、この、輸出入が、これからかなり、 あの、回復はするんだけども、やっぱりさ、こう、目が行くとこっていうのは、まあ、国内需給の問題じゃないのってことなんだよね。で、農業ってさ、ずっといじめられてきてるじゃん。で、僕はね、あの、まあ、もう10年くらい前に、えー、お米ファンドっていうのをやろうかなっつってさ、で、ね、まあ、不動産投資をしてもらって、で、そのお金でね、あの、お金じゃなくて、お米を買って、で、ね、農業を育てようみたいなことをね、 やったことあるんですよ。で、その時に、まあ、ご相談に来た方がね、あの、うん、家族、ね、経営で、えー、まあ、稲作なんだけどもね、えー、別にブランドマン作ってるわけじゃないんだけど、あいわゆる、うそれでさあ、世帯収入がさ、えっ、ー、と、うん世帯収入300万くらい。 で、まあ、息子さんがね、たまに手伝ったりなんかしてるんだけども、まあ、それ給料取れないよね。まあ、サラリーマンで手伝いながらやってるんだけども、世帯収入300万だとさ、まあ、それから、その、ほら、納金とかそういうものの、えー、原価償却とかいろいろあるでしょそうすると、うん、もう、おね、夫婦の所得で、えー、200、2、30万ってことになっちゃうと、ね、えっ、ー、と、月10万にもならないんでしょ で、それがさ、あね、例えば、うん、ディスク、いわゆるこうね、まあ台風だとかさ、あの、大雨だとかさ、言うと、その所得が飛んじゃうわけだよね。っていうような、あの、すごく不安定になってる。それは何かっていうと、うん、まあ、お米の価格、米価だよね。が、その、まあ、コントロールされている世界じゃん。で、そのコントロールされている世界の中で、やっぱり、 あのね、こ巨大なね、その、組織があって。で、その巨大な組織の人たちが、ま、いろいろとね、あのー、まああ、価格、市場とかさ、価格をコントロールしちゃうわけだよね。で、いうことで、まあ、消費者としてはありがたいことなんだけども、あのー、生産農家としてはさ、ちょっと、どうなのってことじゃん。で、実際このね、三浦にいると、まあー、75%、三浦市の75%はさ、 あの、農業と漁業の土地なんですよ。で、だから、まあ、この海外のね、農家、まあ、うちもずっと、ね、もう、周り全部畑ですよ、今。<laughs> ね、のところに住んでんだけども、あのー、実際に、こう、ね、えー、三浦の場合はさ、三毛作、ね、えー、もう、今もなんか、下の畑なんか植えてますし、後ろのところもね、あのー、止まったことがないんですよ。要するに、生産したら、ね、要するに、 それを収穫して、えー、多分農協さんとかに持っていくんだな。で、それで、えー、また次のものを植えてってことをやってるんだけども、まあ、そういう中でさ、ね、その三毛作っていうことなんで、三浦の世帯収入って確か1000万超えてんじゃないかな。そうすると、まあ、あね、まあ、夫婦二人っていうかさ、まあ、子供も入れて、まあ、三人くらいで経営してても、まあ、 なんとなくこう生活できる感じになってるわけだよね。で、まあそういう面でも、あのー、このうん、農業の形態っていうのがさ、徐々に変わってくるんじゃないかなと思うんだよ。で、じゃあそれを前提としてこれからじゃあ日本の農家どうなるのってことになると、まあ今度効率化をしようってう話になると思うんだよね。今までは、その、まあ、うん、ね、海外からの輸入に頼ってたものがあるよね。 で、海外から輸入頼ってるんだけども、まあ僕なんかはどちらかというと、その海外からの野菜とかはさ、ちょっとどうかなとか、果物ってどうかなって思っちゃうわけじゃん。だからやっぱ国内の生産のものを取っていくんだけども、あのー、ね、いつも言うように二極化進むと思うわけ。そうすると、例えばお米でもね、その農協通さないでね、自社ブランドでさ、作ってる農家もいるわけだよね。で、その農家が、 直接販売できるような形になってくると、今度価格競争とか出てくるんですよ。で、高いから売れないじゃないですよ。要するに、いいものは高くても売れるっていう時代に僕はなると思うわけ。だから例えば、えー、ね、宮崎でマンゴーなんかがさ、もうとてつもない金額でね、取引されてるでしょあれも結果的に、まあ、あのー、ね、えー、当時の、あの、お笑い出身のね、あのー、誰だっけ 名前忘れたわ。が、あのね、えー、知事やってる時に、えー、そのブランドで売り出したってことね。要するにさ、発信力ってものが、これからどん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 ね、あのー、出てくるわけじゃん。で、そうした時に、ま、逆に望むのものってあるんだけども、あのー、実はね、えー、いろんな農家さんとのお付き合いもあってさ、まあ、いろんな話聞くんだよね。そうすると、あのー、無農薬野菜とかはさ、できないんですよ。 ね、あの、えー、いわゆる、有機農法とかさ、昔のね、農法で、えー、また、無の、なるべくね、低農薬とかな、で、やるような形にしたところで、結局さ、あの、出荷した時の価格が、要するに、同じだったら、ね、別にそんなことする必要ないよねってなっちゃうわけよ。だけど、あのー、これからの農家はね、僕はそういうことが、あのー、だんだん、こうね、 わかってきちゃってるわけじゃん。SNS でね。例えば、世界でさ、禁止されてるね、まあ名前は言わないけども、あの、いわゆる、えーえーね、枯葉剤だよな。要するに、えー、の成分の入ったものがあ、日本では堂々と使われてるわけじゃん。で、それはなんでかっていうと、あのー、ね、例えば、これ、まあ、こう、このね、まあ、キャベツだったらキャベツだな。 で、キャベツは成長できるけど、他の草は成長できないっていう,いうものがあるのよ。で、それを全部使うわけじゃん。で、だから、あのー、ね、えー、あのー、ね、工作農地っていうのは、あのー、綺麗にさ、雑草も生えないよね。で、いうのは、不思議だなと思ってたわけですよ。ねで、えー、調べてみたら、まあ、そういうね、あのー、ものがあ、日本では供給されていて、 えー、なるべく効率よくね、あのー、一つの品種のものが、要するに成長ができる、うための、その農薬とセットでさ、えー、ね、その、う種苗を売,売ってるわけでしょで、今度ね、えー、日本では今度種苗の開発ができなくなってきたりさ、するようにコントロールされちゃったね。そうすると、今度はまたそこのところで、どん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 農業っていうものが、要するに、うまあ、 安全性っていう面から見て、あの、良くないものと良い,いもの。ね、まあ僕のあの、この間ね、あの、えー、この動画でも言ったけども、まあ、あね、健康をいろいろ考えてくれるとさ、やっぱり生成塩ってね、や、やばいなと思っちゃったわけよ。で、今うちのやってる飲食店は全部もう生成塩は使わない。えー、ね、あのー、結構これね、コストなんですよ。だけど、 やっぱり、塩っていうものはさ、直接体に作用する、ね、ものだし、えー、ね、人間の、要するにさ、体の中のね、水分っていうのがさ、ね、ある程度、ミネラルでできてるわけだろそうすると、そこの部分をさ、変にいじっちゃうと、やっぱり、えー、ね、あの、いろんな、あの、悪い効果が出ちゃうわけじゃん。だから、それは、ね、まあ、たまたま僕はね、<laughs> 年取ってくるとさ、<laughs> やっぱ自分が気をつけるようになってきちゃったから、もう店も全部帰ろうみたいなね。一気に変えちゃったのよ。で、今、醤油もそうだね。えー、要するに、えー、醤油でも、要するに、生鮮を使ったね、醤油と、えー、天然醤を使ったね、醤油があるわけ。で、そうすると、やっぱりね、食品で塩を変えても、あ、醤油つける。ね、特にこの辺だと、えー、和食の料理でね、まあ、大体、えー、お刺身で食べるわけでしょ。 やっぱり醤油だよな。寿司もそう。醤油でしょっていうようなことで考えたときに、やっぱり、あ、これちょっとまずいなってんで、それも書いた。で、今度、あの、味噌も書いた。うん。あの、だから、今、なんとなくこう、ね、えー、初めから混ざってるものも徐々に変わってきてるから、っていうね、思考回路。で、これね、高いんですよ。正直言って、コストが上がる。でも、逆に言うと、そのコストに見合うだけの、要するに、えー、消費者が、 ついてくる時代になってきてる。だから、ある意味では、ね、その、どこで消費するかって言ったときに、あの、食材までこだわるっていうような形になると思うんですよ。したら、例えば、そういうようなグルーピングをして、もしくは、まあ、この、ブンブンさんの近くのね、まあ、飲食店どういうとこかわかんないけども、直接売るっていう方法になるんじゃないので、あと、全体的に見ると、やっぱり、えー、農業の生産効率が悪いから、 あの、だんだんね、あの、まあ、この会外でもそうだよね。要するに、生産する農家が、例えば、休耕地を、要する引き受けて、で、えー、そこで、農業生,の生産をするっていうことね。いうことが、どん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 広まってきてるよね。そうするとさ、これからやっぱね、農業はね、やっぱり、うん、なんとの、うん、個人のさ、時代じゃなくなるんじゃないかなと思ってるわけ。そうすると、 あの、農業法人っていうものができてきて、資金に余裕が出てくる、そこに投資する人が出てくる。そういった、それに基づいて、生産物を、要するに、今のね、システムから変える。で、その、その、方向性を、やっぱり、良いとしない人がいっぱいいるわけよ。うん、だから、あね、ある意味では、流れとしてね、二極化が進むんじゃないかなと思ってるわけ。で、そうすると、この二極化が進むとね、 えどうなるかというと、要するに安い、ね、価格帯で売られるものと、要するに高くても売れる品物って出てくると思うんですよ。だからね、あのー、ある意味で、ここの部分をどのように解釈して販売するか。ねえー、実際に今、三浦でさ、大根の種類ってん12種類くらいあるのかなって言ったかな うん、ちょっと記憶差とかじゃないけどね、12種類あるらしいんですよ。だ一般で売ってるね、あのー、要するに、えー、大根はね、えー、三浦大根ってっても、三浦で作られた青首大根なの。で本当の三浦大根ってすごいぶっとくてさ、ね、コロッとしてるから、生産効率悪いのよ。かといって、ね、作ったからといって高く売れるもんでもないから、みんな今は青首大根になっちゃってるよね。でもさ、中には、あのー、そういうね、ものとか、あと、うん、何だっ,っけな。 何、うん、とかって大根ね、あの、ちょっと辛味が強いものとか、ええー、いうものがあったりして、で、いろんな種類なんですよ。で、それは、あの、要するに、ええー、その農協に収めるんじゃなくて、ええー、三浦野菜として、東京の飲食店にね、配送されてるわけ。うんで、ええー、そこでね、あの、商売してる人たちは、農業すごくうまいってるよね。で、若い人もどんどん入ってきてる。で、若いね、農家の人たちも、 ね、これからどん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 やろうとしてるわけじゃん。だから、あ人材がその今まで確保できなかった理由っていうのは、やっぱり稼ぎだよね。ある程度生活ができなかったら普通やめちゃうじゃん。だけど、ね、それをさ、ずっとこう踏ん張ってやってる人いるわけだよね。で,でもその人が亡くなっちゃうと、休校地になっちゃうわけ。でじゃあ、ね、商売がうまくいかなくなった休校地を、ね、じゃあ同じことやって、えー、商売に結びつくかっ,ったらそうじゃないじゃん。 ということになりつつあるんじゃないかなって僕は思うわけ。で、ね、すごくこれから考えられるのは、あの、国内の自給率がね、非常に低いわけだよ。日本の場合は。食料の自給率ね。えー、それを、要するに、えー、今回の、えー、サプライチェーンの寸断で、チャンスと見るか、ピンチと見るかなんですよ。僕はね、これ、農業はチャンスじゃないかなと思ってるわけ。えー、だから、 あ,ね、あのー、まあ、この近くでね、あの、えー、農家をね、営んでる方がいて、えー、その人がね、あのー、今あ、マグロをさ、その、うね、その、えー、解体するときに、ね、出てくるさ、カスがあるんだよね。うわーって切ったら下にバーっと落ちるでしょ。あれを集めて、肥料にして作ってる農家さんがあるの。 で、その農家さんは、非常に、あの、ね、えー、美味しい野菜を作るんですよ。ね、で、それは何かっていうと、やっぱり、ミネラル分とかいうものが、やっぱりこうね、えー、肥料で、まあ、化学肥料でやるんじゃなくて、まあ、ある意味、有機肥料で育てるから、味が全然違うんですよ。で、実際食べさせてもらったけど、美味しいわけ。で、僕は、じゃあ少しね、あの、なんなら、あの、投資するんで、 えー、そこでさ、生産してくれませんかって言ったんだけど、やっぱり人手が足りないってゅうんだよな。うんで、えー、まあ僕としてみれば、あのー、美味しいものをね、食べたいんだよ。だから美味しいものを食べるために何するかっていうことを考えると、やっぱり、あの、今は、あのー、ね、えー、漁業関係はさ、直接漁業関係の人とお付き合いができて、そこから仕入れたりね、あのー、食べたいものがね、 えー、そこだ、あの、要するに、いっぺんには揃わないけど、日々美味しいものがあるわけよ。で、それをなるべくね、仕入れて、店で出すようにしてるわけじゃん。で、でお米もそうだよね。お米は、まあ、ここの三浦は、あ稲作がないので、えー、それだったらっていうことで、えー、もう新潟のね、腰っかりそのまま直接買っとってさ、で、えー、ね、食べてみたりしてるわけだよね。で、あとはさ、まあ、 あのそういう中で農家さんは今度ね消費者目線,目線で要するにあの生産した方がいいんじゃないかなと思うんですよ。で今ネットでねあの結果的にそのね作った野菜とかを販売する人たちも出てきてるよね。でそれは何かっていうとあの送料もかかるわけでしょ、ね、でだから 高いか安いかって言ったら明らかに高いんだよ。スーパーで買うよりね。でも、そっちを取る人もいるわけじゃん。っていうのが、これからだんだん広がると思う、うん。だからそっち側にシフトできたかできないかで、僕農業の将来っていうのは変わってくるんじゃないかなと思うんですよ。まあね、うちの、まあ、親父の実家も農家でね、で、うちの奥さんの実家も、あ奥,奥さんのお父さんの実家も農家なんでね。 で、だからまあそんな関係でね、あの農家の事情っていろいろ、あの、見てるけど、稲作はね、ほんと大変。見ててね。うんだって、もうね、田植えが終わったらさ、アルバイトしないと生活ができないんだもん。うん、っていうような、あの、ことがね、往々にしてあるわけじゃん。で、昔は、あのね、今、新潟のコシヒカリとかさ、まあ、ブランド米なんかがあるけども、まあ、北海道とかでもね、今は、あ季節変動でね、 美味、えー、しいお米が取れたりするからだから逆に言うとさ人はさやっぱり多少お金高くても安全で美味しいもの食べたいんじゃないのって思うんだよね。うん、そういうなんかさ欲求ってものが今のね貧しい昭和の時はさ大量生産大量消費、うん、で賄、えーま、ってきた経済だけど今違うじゃん。うん、なんか食食べべたたいいものを食べたい時に、えー 食べたいんだよね <laughs>。っていう時代になったから、農家もそういうようなね、流れになると思うよ。うん。で、まあ、これ答えになったかどうかわかりませんけど、まあ、僕のね、希望的観測も含めて、うん、これからの農家っていうのは、そういう方向性に行くんだろうなと思いますよ。で、あともう一つね、あの、ついでの話だしたけども、今度自由なさ、流通がね、出来上がってきちゃってるわけじゃん。ね。それで、人はさ、 でその海外に行ったり、ね、来たりすることが宣言されたよね。でもさ、これ宣言されたことでどういうことが起きたかっていうと、ね、もうアマゾンとかのさ、売り上げがドーンいってるわけじゃん。でもネット販売の売り上げと、な、もう急激に増えてるよね。っていうことになると、どういうことが起きるかっていうとね、確かに便利ですよ。だけど、ね、あのー、ある意味でさ、要するに、需給バランスで価格が決まってくるってこと。 ででもう一つは言わせてもらうと、じゃあ、例えば日本のね、あのー、じゃあ、高級なイチゴとかは、日本人が食べてるかっていうと、そうでもないんですよ。海外で、要するに、あのー、買われてる。ね、えー、世界がもうできちゃったわけじゃん。で、これから中国の人たちのね、あの、うんお金持ちの人がいっぱいいるわけだよ。で、これね、なんだかんだ政治的な問題とかいろいろ言ってるけれども、もう掴んじゃったお金あるわけですよ。で、言うと、あのー、ね、例えば、 ねえ、一文一パック、ねえ、あの、500円のものが、ねえ、向こうで買ったら1500円だって、千五百円だったら安いじゃんって,って買っちゃうんですよ。うん。っていうことは、そこの価格に追いつかない人は買えなくなっちゃう。っていうことが、これから起きますよ。うん。でも、これはしょうがないね。えー、自由主義の経済だからさ、あのー、あれ、どうなんだろうね。関税とかどうなんだろう。ネット販売ね。今、この間も、なんだ。え なんかさ、買ったんだよ。うん、なんか、あの、フェイスブックかなんかでさ、ま、あいろんなもんだね。うん、あのー、えー、騙されたやつもあるけどさ、<laughs> 直接中国から送ってくんだよな。あれ、関税どうなんだろうね。ここで買ってさ、中国のしたものが、中国人の人が、生産者が、ね、直接こっち送ってくるわけじゃん。ま、あ日数はかかりますよ。でも腐るもんじゃないじゃん。で、送ってくるわけよ。で、 まあ、そういうような時代になってるから、ね、農家もそういうような時代にこれからなるんじゃないかと僕は思いますよ。うん、すべてがね、すべてが。だから、すべてがそういう流れになってくれば、要するに、えー、農業もこれから期待できるところはいっぱいあると思う。うん、ね、えー、まあ、変わったものとか、まあ、ニーズがあるものとか、なんかそういうものに転嫁していく。 ね、それを探るのがなかなかね、難しいかもしれないけども、要するにそういうのが探り当てられれば、僕は農家は、ね、これから、あの、いい時代になると思いますよ。うん、特に、あの、うん、こんだけ、インフレがね、起きていて、で、食料危機の問題なんかも、今、下がり出してきてるよね。まあ、あの、まあ、ウクライナの問題だけじゃないですよ。世界的に。ね、だって、ね、あの、日本はさ、そのね、 えー、放食の時代でね、で、食材のゴミがさ、増えすぎて困ってるって言ってるのに、かたや地球の裏側ではね、飢餓で困ってる人いるわけでしょっていうような、ああ、こと。それは、やっぱり、その、変える経済力と、要するに、えー、変えない経済力なんですよ。うん、その二極化がどんどん進む。で、それは国も含めてだから。だから、そういうような流れでいくと、やっぱり、えー、インフレがこれから起きてくるときに、 やっぱり、食材もね、あのー、多少上がってくる可能性もあるし、逆に言うと、要するに安全性。キーワードはね、多分僕はこれから安全と思うんですよ。で、安全で安心な食材の提供が、あ農家に求められる時代になるんじゃないかなって僕は思いますね。ええー、あれ、すごいね。農業の話でこんなに僕喋っちゃってね。22分 <laughs>。さあ、こうなったかなブンブンさん。ね、どこが、どちらの農家かわかんないけど、えー、ぜひね、参考にしてみてください。えー、それではまた。 この動画はいかがでしたでしょうか今後もですね、継続してこのようなですね、皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています。ぜひですね、チャンネル登録をしていただくと、新しい情報がですね、見られるようになっておりますし、またいいねボタンをですね、押していただいて、コメントの方もですね、入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。